こんばんは、グッピーコズエことグッピーコズでーす。夏といえば海鮮丼、海鮮丼といえば大盛り。そうなんですよね、海鮮丼の大食いってちょっと1回は挑戦したいなと思うんですけども、外の丼屋さんとか海鮮丼の大食いに挑戦しようと思ったら約5000円ぐらいかかっちゃうんですよね。ということで今日は家で漁師が作ったみたいなでっかいもう大盛りの海鮮丼を作って初の大食いに挑戦しようと思います。やっぱね、漁師のね海鮮丼を売るということで作っていきたいと思います。いつも食べてるお茶碗がこれぐらいなんですけど、今日は一番家にある丼ででかい丼にこれでもかっていうぐらい持っていきたいと思います。お寿司屋さんのバイトで大量の寿司飯をもらいました。ということで米ができました。ここの上にたくさんの具を乗っけていきたいと思います。ちょっと若手芸人なので、しかも給料日前なのでそんなにお金がないので、お作りは1種類しか買えませんでした。では盛り付けていきたいと思います。こんな感じです。そして気になってたこのほぼホタテが安くなってたので乗せます。ホタテ、めちゃくちゃ笑ってる。いや、僕ほぼホタテだよ。ツナマヨです。ツナと玉ねぎとマヨネーズを混ぜたものをのせます。もう煮ていこうかと思います。マグロの代わりにもなるアボカドをのせます。はい、最後に青じそをバババババンと乗っけて、これ結構ね、のせましたよ、これ。ということで、できました。漁師の海鮮丼、激安大盛り海鮮丼。挑戦するんやったら、外でやったら3000円くらいかかるんですけど、お家で挑戦したら、なんと約700円くらいで。あー、めっちゃお腹すきました。うっめっちゃ重いです、これ。多分米1キロ、2キロはないかな。結構あると思います。でももう今日はほんまめっちゃお腹減ってるんで、食べれる気しかしないです、本当に。うわぁ、美味しそう。いただきます。挑戦、頑張っていきたいと思います。木下優香さんもね、ちょっとこそうかなと思ってます。いやぁ、やっぱ海鮮丼にはビールですよね、やっぱ。まあ、そんなん飲んだら絶対食べられへんてって思ってるでしょ。いやけど今日はほんまめっちゃお腹減ってるんで、全然もう食べれると。こう、わさび醤油を、だいぶうまいや。アボカドゾーンは多い。えんやー。漁師っぽい歌を歌ってみました。いやー、美味しそう。いただきまーす。めっちゃテンション上がる。あ、ラーメン入れといた。はい。ほぼホタテの前に、まずホタテをいきたいと思います。重い米が。おいしい。ビールも進みます。絶対これいけるかも。おいしい。このツナマヨが、おいしい。ツナマヨにお醤油めっちゃ好きなんですよ。和風ツナマヨネーズっていうコンビニのおにぎり、酔っ払ったら最後絶対買って帰ってくる。めっちゃいいなと思ったのが、中トロがめっちゃ美味しかったんです。さっきの忘れてました。このほぼホタテ食べてみたいと思います。なんかさっきも言ったんですけど、このちょっとね、こうなんか渦巻き状になってる練り物みたいな感じなんですけど、渦巻き状にしてホタテの繊維みたいなのホタテ食べた後やったんで、ホタテとは言い難いんですけど、カニカマっぽい味ですね。この中でも上等な味の、これ米2キロぐらいあるんじゃん。やっぱ全然減れへんというかさ、すごいな。結果5分の1も食べれませんでしたので、海鮮キムチチャーハンを作ります。あ、いい匂いする。すごいいい匂い。やっぱバターを垂らしたらめっちゃいい匂いになりますね。
ということで今日は外で大食いチャレンジをしたつもり貯金をしたいと思います、毎週金曜日は女芸人の自炊事情という料理動画をアップしております。お家にいながら楽しい料理ができるような動画を目指しておりますので、よかったら皆さんチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いします。次はメガ牛丼チャレンジしたいなーなんて思っております。なんかメガ牛丼やったらなんかちょっと肉好きなんですよ。ちょっといけそうな気がするな。ではでは、 See you!